さあ、今日もフォートナイトしよっと。でも何しよっかな。きっと引退したし、今日もニャッスルで行こっか。あれ？きっと。ああ、ムカッチャ。もしかして戻ってきた？ああ、ムカッチャ。僕戻ってもいい？やっぱり。うん、もちろんいいよ。てかむしろ戻ってきてほしいし。もちろん、どうぞ。きっと、引退するって言ってみんなに心配かけてごめんなさい。僕が引退を発表した動画のコメント欄全部読ませてもらったんだ。たくさんのコメント本当に嬉しかった。キッドにとってムカッチャの動画は宝物なんだろうなとか、キッドが帰ってくるまで永遠に待ってるとか、しないでとか、そういうコメント読んでいっぱい涙出た。その時僕思ったんだ。こんなに応援してくれてるみんながいるのに、なんでそれを手放してしまったんだろうって、すごく後悔した。本当に応援してくれてるみんな、心配かけてすいませんでした。おかえり、キッド。ただいま。よかった、キッドが戻ってきてくれて。やっぱり僕はキッドに背負われてるのが一番落ち着くよ。よかったな、クッキーマン。ええ、キッドが戻ってきてくれたのは視聴者のみんながコメントを書いてくれたおかげだ。それでキッドの心が動かされたから。ええ、そうだね。みんな本当にありがとう。たくさんのコメント読んで僕勇気もらったんだ。まだまだやれるって。だからこれからも頑張る。視聴者のみんなに楽しんでもらえるような動画を僕たちと一緒に作って、勇気をもらったことを恩返ししていく。おお、頑張ろうな、きっと。ええ。じゃあ今日はここら辺で一旦解散して、明日からまた一緒に動画作っていこっか。分かった。あれ、キッドまだおった？違う、ムカッチャ。一回家に帰ったんだけど、なんかいたんだ。なんかおった？ああ、なんかフランケンシュタインみたいだった、見た目が。何それ、キッド。寝ぼけとんじゃない？違う、本当にいたんだって。ちょっとムカッチャ、来て。ムカッチャにも見せて。おお。本当におった、フランケンシュタイン。うん、本当にいたから。ムカッチ、ごめんね。眠いよね。うん、大丈夫やけど。キッドこそ眠ない。眠いけど、フランケンシュタインが自分の部屋にいたら寝れないじゃん。確かに。とりあえず武器は持ってきた。なんか近づいてくるから、さっき近づいてきたんだよね。そうなんや。さっき近づいてきたって言っとったけど、なんか言ってこんかったん？なんか言ってきたんだけど、何言ってるのかよく分かんなかったんだよね。そうな。なんかうわーって言ってた。うわフランケンシュタイン語なのかな。さあ、心の準備して入らないと。ほんま？うん、だって僕ここでさっき出会ったもん。なんで？どこ行ったんだろう。え？外出たのかな。きっと多分寝ぼけとんやって、疲れて。
違う、本当に見たんだ。そっか。ああ、じゃあ今日はゆっくり休みな。うん、分かった。おかしいな。